はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は配布霊言がクソ強すぎるんで紹介していきたいと思います。配布ナンバーワンアタッカーと言っても過言じゃありません。ディオセスと組み合わせると配布で攻撃力14000を超えます。もうここでクソ強で、さらに霊言の最大のポイントは不滅を必要としないところで、このユニットは2等アタッカー攻めを持ってますので、チェインの上限は不滅を使わずに最大倍率の 200% までカンストしています。さらにこのユニット LB が無属性なんですよね。 SLB に関しては無属性の威力3万、ティーダの服を着せて威力4万、さらに自身で LB 威力加算プラス5000を持ってますので、最大火力は4万5000の無属性チェインアタッカー。もう強いよね。ケルガーも強かったんだけど、いろんな属性に対応できる霊言むっちゃ強い。で、さらに言うと、闇属性以外を自分で付与することのできる強みを持ってます。まあ、火属性と氷属性に関しては特別威力アップの 30% がついてたりしますと。で、さらに極めつけで言っていきたいんですが、この子パッシブがめちゃくちゃ優秀。基本的なパッシブに関しては6種族に対して 200% を持っていますので、幻獣と合わせるだけで簡単にカンスト値に到達させることができるので、アビ枠の自由度が超広い。不滅も使わなくていいので、なのでこのおすすめしたいで、二刀流両手どっちでも対応できるユニットになってますと。こちらですね、ブグパッシブの 200% がついているので、霊言の最適装備はこんな感じかなと。もう攻撃力モリモリを意識した装備構成なんですが、まずティーダの服は大前提、 LB の威力加算のプラス1万で、ダークムラサメ使って攻撃力めっちゃ高いやつをつけていきますと。で、クリスタルの固定あると超便利なんだけど、もともと 150% を簡単に持ってこれてるんですよね。特に今ビジョンカードでね、ナイツのこの 100% を持ってきてるっていうのもあるんですが、ナイツの固有がない方はぜひパインのスパトラを2つつけてあげると簡単に LB もカンスト値まで到達します。で、アビリティに関しては運命を1つつけていただいて、あとは自身のトラマス必ず使ってください。じゃないとですね、固定値の線がつきませんので、トラマスはちょっとマストかなと。なので残り2枠に関しては自由枠。まあ今ね、攻撃力を高めながらっていうので80%つけてますが、こちら基本下の2つに関しては伸ばしたいキラー種族プラス攻撃アビリティを意識して組んでいただければ、もう下の2つは自由枠かなと思います。いや、めっちゃ強いよね霊言で。今回は早速ね、帝王ダークレインのマスクラクエストに霊言メインで使っていきたいと思います。では早速行きましょう。はい、ということでやってきたのは帝王のクエスト、舞い降りる帝王レベル4の霊言を連れて参りましたと。大統領霊言と魔性霊言。では早速やっていきます。まずはフィーナ使ってトリプル。まあ、今回はね、もう霊言全力接待という感じでやっていくので、まず悪魔キラー 250% の付与。光属性と光属性耐性を味方全体に付与。で、最後シェルガかけておきましょう。で、こちら、帝王霊言に関しては、88% の防性デバフを入れていきましょう。そしてグル1を2回選択していきます。ディオセスはトリプル使ってグル1を3回選択。ディオセスと霊言に関しては装備ほぼつけてません。ダメージを与える気ありません。で、霊言、トリプル使ったグル1を3回選択していきます。シャルロットは最初敵の物理攻撃のカバウ役、物理のカバウを発動させます。2連アビリティ使えるようにスペシャルアビリティを必ず使いましょう。では早速やっていきます。霊言を押して2個目のアビリティの名前が見える瞬間に、ディオセスタッチを押していくといい感じでチェインが入るかなと。いやー、いいんじゃない？ 3-4% 削れれば十分。6%、6億削れればもう言うことはないと。で、割合攻撃、グラビガに関しては、まあ特に、ね、死ぬような攻撃じゃないから問題ないと。で、シャルロットにカウンターをつけておくと、こんな感じで分身を勝手に削ってくれるので、めちゃくちゃおすすめ。で、ただね、ちょっと長いのが難点なんですけど、これはね、攻略において誰かの一手間を奪わなくていいので、めっちゃおすすめ。で、そしたら2ターン目、霊言 LB を使っていきましょう。こちらは威力プラス1万が入った3万の通常 LB となってます。合わせていくのはディオセスのトリプルグループ1となってます。で、そしたら、大統領霊言は LB 使って 140% の悪魔キラーを入れていきます。で、シャルロットもちょっと今回はそれに合わせて光属性の砲器を使った、グループ16の27匹と5項を使っていきます。で、フィーナは LB 使ってステータスのバフ、LB バフ、光の威力アップバフを味方全体にかけていきたいと思います。今回マジで霊言全力接待って感じなので、霊言とシャルロットをつないで、まず最大倍率の 300% から魔性霊言を当てていくようにしていきたいと思います。こんな感じ、結構いいダメージになるんじゃない？いやーいやー、素晴らしい。72億を叩き出しました。めちゃくちゃいい火力。
で、シャルロットが物理攻撃はカバー。ここで全てのね、デスペルで状態耐性を、バフとかをね、強化を消されてしまうんですが、またさらにかけ直していきましょう。フィーナに関しては、まずね、エルマティルのスパトラを使って、竜のルーンを使って、霊弦に。で、こちら、帝王霊弦はトリプル使った適当な自己バフ系のアビリティを1個、そしてグル1。で、サイリン、魔性霊弦に関しては、威力加算のプラス5000を1回、で、グル1を2回。で、ディオセスはここで属性付与がないとあれなので、闇属性の付与と威力アップを味方全体にやっていきます。で、グル1を選択していきます。シャルロットは魔法カバーを発動させておきたいと思います。では、そしたら、下の3人をトトドンとチェインを繋いで、ダメージを出していきたいと思います。だいたい2、3% かな、ここも。あー、十分十分、5% 前後削れたじゃん。6億はいいダメージだね。で、アトミックレイ、火属性、光属性攻撃は耐性でレジスト。で、最後4ターン目、フィーナ、スーパー LB を使っていきます。レーゲン、スーパー LB、そして帝王レーゲンもスーパー LB、合わせていくのはシャルロット、またグループ16をつないで最大倍率でレーゲン合わせていきましょう。リオセスグループ1となってます。もうさ、あんなに苦労したウェポンイビルス、簡単に一人で150億出しちゃうんだよね。バケモンでしょ。ではそしたらやっていきましょう。で、最大チェーンになったら下の2人と、簡単に 50% なんて削ってしまいます、この子。いや、とんでもねえ火力してんな、ということで、レーゲンの装備紹介していきましょう。今回気をつけた点は、悪魔キラーとドラゴンキラーを最大限にした装備構成。まあ、さっきの装備からここだね、キラー枠のところを少しいじくった形となっております。ビジョンカードは最強戦士の誕生という形になってます。で、ちなみに、帝王霊弦、まあ、装備させてないよということで、MP の軽減、まあ、消費 MP の軽減の3スターズ、毎ターン MP 回復。で、ディオセスに関しては全く同じ、武器とか何にも装備させてないです。で、MP の枯渇が心配なので、MP 回復をつけてますと。フィーナに関しても、こちら、エルマティルのスパトラのみという形になってます。で、今回ギミック対策として、シャルロットだけ、回帰率と引き付けを 100% にして、火属性耐性、光属性耐性は 200%。で、付けたのがこちら、宝器、聖剣伝説のコラボ武器となってます。27ヒットのグループ16、使えるようになっておりましたと。という感じで、今回シャルロットを使ったダーク嘘ウェポンイビリスがラスト93億。とんでもねえだな。で、じゃあ、トータルで、レーゲンがどんくらいダメージ出したかというと、一人で17億出してるんですよね。だから、あ、でもそうか、レーゲンとディオセス入れなが、いらなか、いら、ん?いなかったらダメなのか。一人で15億はまあ出しているっちゃいるけど、あ、違うわ。関係ないわ。一人で15億削ってるから、いようがいまいが関係ないね。ダメージが乗ってようが乗ってまいが、レーゲン一人で150億は削れました。いや、とんでもねえ配布が来たなというところで、皆さん絶対レーゲン貫突することをおすすめいたしますので、遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画、よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。